サプイビスコ監督のイカリアです。副監督のマタガです。よろしくお願いします。ということで4話、はい、終わりましたね。2人が君浜から出て、はい、外の世界に、今回はマタガさんが、はい、コンテンツをやらせてもらいました。ヒストゲン我慢というか、はい、普通ありえないというか、そうですね、まあ、あの漫画家の、ヒドインベイルットの漫画とかを描いていらっしゃる児玉裕樹さんは、レイアウトを、レイアウト、なんていうんですかね、これレイアウト、レイアウトこちらをやって、レイアウトを描いてくださって、はい、このミロが粘っちゃって、はい、トカゲを焼くとこまで直前ぐらい、この辺のシーンを結構やってもらってるんですよね。なんかすごい、これもやってもらっていいですかって言ったら、大丈夫です大丈夫ですって全どんどんやってくださって、めっちゃいいじゃないですか。ああ、いいんですよ、もう素晴らしい、素晴らしい、いやいいね、やっぱどうなったの、ありがたい、アニメも頼んだらやってくれちゃうっていうね。そうです、すごい、普通ないでしょ。いや、ないですよ、見たことない。すごい、児玉さんは昔アニメーターになりたかったっていう夢が、はい、あ、そうなんですよ、へえ、叶っちゃった。確かにね、すごいですね、真ん中にすごいですね。いや、いつもこう見てて思ったんだけど、はい、ミロが、はい、なんか芥川に吹っ飛ばされて、はい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 、出てってやる時の顔が可愛いなと思って、はい、ああ、どこだったかな、こうやって手を押さえてるやつ、あ、なるほど、どこですか、ね、うん、なんかそれありましたね。で、マタガ君にしたら可愛いなと思って、あれ、あれ、あれ、浅井さんが、ちゃんと取材があるって、はい、浅井さんといえば、浅井さんずっとビスコのヒロインはビスコだってずっと言ってたんですけど、あ、この間、小久保先生もツイッターでサビクイビスコのヒロインはビスコだって言ってましたね。繋がってる、通じるものがあるのかな、これだ、こういうカット105、ここですね、すごい出てが、これが監督の僕の可愛かったです。いや、ありがたい。僕これ個人的に最後出来上がり見てて良かったのが、戦勝部があるじゃないですか、うん、でハイデラのシーンの、この辺のシーンがすごく、このチロルがミロルを、はい、ミロルじゃないミロを誘惑したりとか、そうです、そうです、ここまた井川さんじゃないですか、そうです、この辺を井川さんと後半を創作家の浅井さんがやってくださってて、すごいいいんですよね、ここいいよね、チロルが、スプレー外交のところはどうなったんですか、あそこ浅井さんと井川さんです、あ、ちなみにチロルが口から出すスプレー外交の声も富田さん、富田さん、スプリーっつって、いや、可愛かったですよね、はい、すごい、なんか小泉さんからオーダー出てませんでした、なんかもっとこう痛そうな声で、ああ、なんか言ってたかもしれないしっかり痛そうだったから、ね、よかったですよね、キッキッつってそうです、あ、で、ビスコがビスコを食べるシーンか、あ、そうですね、ついについに、ここはもう、あさりさんがバッチリやってるんですね、そうだ、制作委員会の方々からなんか差し入れすげえ来ましたよね、お菓子とかなんかいろいろもらいましたよね、そうそう、ビスコに関する、うん、あったね、ありましたね、ありがたいよね、そう、糖分がね、不足してるからね、うん、そうですね、いや、よかった、で、この戦勝部が、うん、戦勝部のシーンも、イカリアさんがやってくださって、そうですね、これ、もうありがとうございました、もう自分 3D にしろやみたいなね、うん、かけないですよね最後まだあるでしょ、倒すとこ、あ、そうですね、そこはやらせてもらいました、ね、こう眉間を狙えてたのに、ここにこう眉間なんだ、あいつの眉間はここで眉間にしてくださいそこそこの炭鉱が爆発するのもまたそのやってたもんね、これね、PV の時に、あ、そうですね、PV のやつもあんまりやってたね、これ、今まで結構さっきのハイデラのシーンですけど、うん、このチロルの富田さんがすごい結構早口で喋られるんですけど、全然噛まないと思って、いや、すごかったね、さすがだと思って、すごかった、いや、本当にいいよね、ここ顔が好きなんですゲロ吐くしね、そうですね、これもまた
前半のあれも好きですよね。なんか給料の他人が盗んできてで、なんかビスコにたしなめられる。ああ、あったね。発音井川さんです。あ、そうです全部井川さんじゃん。そうなんですよ、めちゃくちゃやってるんですよ。山田君が井川さんにめっちゃ頼んでて、いると思ってすいません。だって4話って現場マン少なくない？あ、そう、でも大体少ないですよ。そう、井川さんと山田君と俺ぐると松原さんもやられた。松原さん、はい、あと中村さんもやられた。中村さん、はい、清水さんもやられた。あ、そうだ、清水さん。あと小玉さん。4話で初めてミロがキノコ盛りの服装になるんですよ、ね、あこの服。あ、そうです。ちなみに4話の台本の表紙はメインアニメーターの松原さんの原画を引用しております。めちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいです、松原さんのディスコ で、 で僕は松原さんの5話のやつが一番好きなんですよ。あ、ぜひ5話を。あれいいですね。あれいいですでこの劇中にこうエンディングがかかるっていうシティハンター方式みたいな感じのエンディングが、これちょっといいね。尺が収まんない。いや、これやったんですね。そうでもいい感じになって、諸事情があって。そうですね。でもいい感じの。いや、よかったですね、本当に。よかったね。で、ラストは5話に続くと。いや、確かに。謎の子供たちが出てきて。うん、これがいいんですよね、また。からまた。見逃せない5話も。確かに。つうことで。ですね。次は5話。はい、子供たちの砦で、お楽しみに。多分この子に関してはいらないなっていうふうに思ったので、なんかビスコとのやり取りがすごい好きで、全員人間じゃないのやってます。でチロルはもう本当毎回楽しくて、